ルシティさんで一日館長も務めさせていただいて、ね、任命していただいて、ね、で今、はい、あのライブと館長職を終えたわけなんですけれども、はい、アイランどうでした？いやもうなんかね、うん、皆さんの笑顔が本当に素敵な一日だったな、うん、印象的だったなっていうのを感じた、なんか館長の仕事でしたね。確かに、ね、ちゃんと務まったかな、ね、どうかな、ね、務まったと信じたいよ ね、 ね。いや私もすごいね楽しくって、あの結構店舗とか、うんうん、なかなかこう回らせていただくのって、まあ、特に2人でってなかなかなかったりするんですけど、ね、各店舗ちゃんとこのコラボライブのポスター貼ってくださったり、ね、私たちの CD をちょっと祭壇で作って、うん、てくださってたりとか、もうすごくありがたかったです。そしてライブもねすごく盛り上がって、はい、うん、昼夜ともね、うん、両方盛り上がって楽しかったですね。楽しかったね、またね、うん、2人でこういうの小倉来たり、はい、ね、3回目4回目ってね、できるように頑張りたいね、うん、そうだね、はい、ということで、はい、本当に楽しくて充実した一日でした。今日はありがとうございました。大阪府出身、声優で歌も歌わせていただいている原由美と、家電アニソンシンガーの結城愛菜でした。小倉シティには、あるあるシティにはベスト電気もあるよすごい、さすがー。